グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、U-24 日本代表1、1U-24 スペイン代表キリンチャレ、ジカップ2021、今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでも子でも簡単視聴、1ヶ月無料お試し実施中、u 24日、代表は17日、キリンチャレンジカップ2021で、U24 スペ、代表と対戦した。立ち上がりから強敵、U24 ス、イン代表にボールを握られた、若き森安じゃ、んだが、徐々にリズムを手にし、前半終了間際に、安シが得点。1、例で、後半へ向かうことになった。合詞、残り十五分間は、苦しい展開に、 途中出場ペドが存在感を放つなど U24 スペイン代表に押しまれ78分にカルロス・ソレールに同点ゴール。健常。試合はそのまま1、1で終了することになった。この試合でキャプテンを務め前半のみで地を知りいた吉田麻也はこのチームに可能は十分あると思いますけどやっぱり興味いなぐるしい試合が続くと思うので 全員で派、ドワークしなければいけないですし、今日、あと、出たことをもう一回チーム全体として修正、で次の、東京五輪グループリーグ初戦を迎え、いいと思いますと試合後にコメント。また、吉田、やれることもたくさんあったと思いますけ、改善しなければいけないこともたくさんあった。本当の優勝候補と戦えたということは僕、にとって、かなりプラスになるんじゃないか、思うので、 ここから、どう改善していくかがか、になると思いますとも話した。これで、U24 日本、表にとっての東京五輪前最後のテストマ、が終了。いよいよ、本番を迎えることになる。だ、その本大会は無観客での開催が決定。その子、について、吉田は、無観客は、残念ですね。やっぱ、今日も、たくさんのお客さんがこうして見に来てくれて、 最後の5分、10分の声援は力になると思え、ましたと言葉を詰まらせながら話してた。りょう。